疑惑は、松本清張の推理小説である。登る、足音の台で、オール読み物1982年2月号に、掲載され、開題の上、同年3月に、文芸春秋から、中編、不運な名前を併録して発刊された。1982年に、小畜系で映画化され、またこれまで5回テレビドラマ化されている。T 氏の新港湾の岸壁で、 鬼塚玉子と夫、白川福太郎の乗った車が、時速40キロのスピードで海へ突っ込み、夫が死亡する事件が起こった。熊子は、車から脱出し助かったが、保険金殺人と疑われ、警察に逮捕される。新聞記者の秋谷萌一は、熊子が、新宿でのホステス時代にヤクザとつるんで、詐欺、恐喝、傷害事件を起こしたこと。 資産家である福太郎と結婚した直後、夫に巨額の生命保険をかけたことを詳細に報じた上で、熊子を北陸一の独府と求断する署名記事を書いた。秋ア屋アの記事を契機に他のマスコミも追随、日本中が熊子の犯行を疑わないムードになった。裁判の途中から熊子の国選弁護人を引き受けた佐原拓吉は民事専門で刑事弁護の経験に乏しかった。 熊子の犯行を確信する秋谷は、沢ラに状況を覆す力はないと高をくくっていた。しかしサハラは、意外にも、証人尋問で熊子に不利な証言を巧みに、覆して行き、熊子が無罪となる観測も出始める。熊子の過去の行状から、秋谷は自由の身となった熊子がヤクザを率いて、お礼参りにやってくるのではないかと怯える。佐原は、 熊子が事件を起こしたのではなく、福太郎が無理心中を図ったと推理。社内に残された遺留品からその方法を解明して、秋ア谷アに説明し、彼女を救い出すと自信を見せる。佐原は、事務所で熊子の無罪を主張する弁論用紙を執筆する。恐怖のあまり正常な神経を失った秋ア谷アが、鉄パイプを手に、事務所の前に現れるところで、物語は終わる。 1982年9月18日に公開された。制作は小竹、キリプロダクション、配給は小竹、富士映画。原作の焦点は新聞記者、秋ア谷アに当てられているが、映画では桃井香里演じる、被疑者、熊子と岩下島演じる女性弁護士、沢良の心理的関係に焦点が当てられている。英語題名、サスピション。現在は、 ブルーレイ、DVD 化されている。熊子に関わる、主な人物警察関係者、放送関係者、主な、証言者、福太郎の親族など、その他2018年現在、テレビ朝日、富士テレビで、それぞれ2回制作されており、テレビ朝日で2019年に3回目が制作された。松本成長スペシャル、疑惑。 1992年11月13日21時2分から22時52分に、富士テレビ系の金曜ドラマシアターで放送された。キャストスタッフ2003年3月22日21時から22時51分に、テレビ朝日系の土曜ワイド劇場で、同番組の25周年記念スペシャル、松本成長坊都後10周年特別企画として放送された。 キャストスタッフテレビ朝日の開局50周年記念と松本清張の生誕100周年を記念して2009年1月24日21時から23時21分にテレビ朝日スペシャルドラマとして放送された視聴率は18.5%事件の舞台を金沢市としている主役の田村にとって 松本清長作品への出演は1984年放送の松本清長の地の骨以来25年ぶりであった。なお、カースタントではメルセデス・ベンツ C クラスが使用された。2021年5月23日、田村正和の追悼特別番組として再放送された。キャストスタッフ遅れネット局告発。国選弁護人本作に登場する。 国選弁護士、サワラを主人公に設定した連続テレビドラマ、国発国選弁護人がテレビ朝日系で2011年1月13日から3月3日まで放送された。同ドラマは疑惑に加え、成長の他の短編作品をベースとしたオリジナル脚本に基づき制作されている。サハラは2009年版テレビドラマと同じ田村、正和が演じている。 松本清張没後20年特別企画疑惑のタイトルで2012年11月9日21時から23時17分にフジテレビ系金曜プレステージにて放送された平均視聴率14.3%映画版同様女性弁護士と被疑者に焦点を当てた人物設定で2012年の時代と裁判員制度を取り込んでいる事件の舞台は 新潟県の西新潟市としている。カースタントでは BMW528i が使用された。キャストスタッフ、松本清張ドラマスペシャル疑惑のタイトルで、テレビ朝日開局60周年記念として、同局系列の日曜、プライムにて2019年2月3日の21時から23時5分に放送された。事件の舞台を熱海市としている。 また2018年8月4日に成居した、津川雅彦の遺作、最後の出演作品となった。キャストスタッフ2014年10月4日から26日まで、京都市城南座にて、南座ミステリー劇場として上演された。キャストスタッフ、ありがとうございます。